嬉しいですね。概要欄にね、Amazon の購入リンクも貼っておきますので、ぜひお買い求めください。で、これ、まあ、石破茂、うん、というか、まあ、中心とした、まあ、自民党のね、はい、議員に対する、まあ、野党はね、そんなにね、今回、もう論ずるには値しないということなんですけど、石破茂っていうのが今、国際社会で、はい、例えばペルーのリマでね、はい、APEC やってましたけど、はい、あそこでこう恥をさらし続けてるじゃないですか。はい、どう考えてもこれ、安倍さんだったらというか、石破じゃなかったら、普通の総理大臣だったらやらかしてないことを次々とやらかして、例えばこの立ち居振る舞い、おにぎりの食べ方1個。あれ、すごいよね。ええ、おにぎりは、あれね。そう怖すぎるよ、あれ。それあれ、飲んでんの、あれ。常人の発想じゃないんですよ。だからね、うん、あれね、僕はね、やっぱりね、石破じゃなくて、はい、村上誠一郎がやってほしかったと思います。あれで、ね、しかも、1個じゃ足りないとか言ってほしい、ね。それぐらいやってくれたら、ね、ステーキ重でしたっけ。ステーキ重を、はい、あの一口で食べる。一口で食べるとかね。しかも、スポーツジムで、はい、それをやってほしいと、だって村上誠一郎って、まあ、非常にこう悪いイメージあってね、安倍さんを付属呼ばわりしていたとかありますけど、はい、意外にその文春法、週刊文春では多分あんまり身辺調査あんまなかったんでしょうね、ネタが。それで、はい、あのステーキ銃ね、ジムでステーキ銃話があったんですけど、結構石破政権の中にはね、はいはい、結構黒い噂というか、うん、あるじゃないですか、はい、で、その中の一人が、岩谷武というね、うん、外務大臣がいますけど、これ、これまあもう前々から、これ、まあ、朝鮮半島であったり、まあ中国に対してね、はい、全く、強気に出れないと。融和的というかね。だからあの、レーダー照射試験があったじゃないですか、安倍政権の時に。あの時も岩谷が、ムン・ジェイン政権にね、何にも言わずに、なんかよく勝手なことをね、言ってましたけれども、それに関して、はい、ちょっとね、一つ疑惑が出ておりまして、はい、これ、朝日新聞の記事なんですけども、はい、日本の国会議員に IR 事業で贈賄と。で、アメリカ司法省、中国企業元 CEO を起訴ということで、覚えてますかね ?4、5年前に、秋元司っていう、これまた自民党の議員がいたじゃないですか。はい、まあ小物ですよ、はい。あれが逮捕されて、はい、議員辞めた。で、柿沢水戸がなった。柿沢水戸、うん。で、その柿沢水戸も辞めた。江東区で呪われたしですけれども、はい、あの事件でね、おそらく思い出した方も多いかと思いますが、あの、IR 業者、中国のね、はい、IR 留置で、まあいろんな接待であるとか、うん、金銭をね、まあ、あれは100万円でしたか、秋元は、うん、大した額じゃないんですよね、大した額じゃないと、うん、で、秋元の他にも、うん、多分あの下地さんとかね、沖縄で今そう、国民新党に行ったり維新に行ったり、はいはい、いろいろしてる人ですね、あのおじさんですよ、はい、もう確か認めてはないんですけど、金銭の授受は、うん、でも確かあれ維新の会を辞めてたんですよね、はい、で、その中のこの5人日本の国会議員がいると、はい、こう贈賄とか、まあ、はい、収賄ですね、はい、その中の一人に岩谷武の名前もあるわけです。ありましたね。なんですけど、岩谷武何の処分も受けてない。はい。もちろんね、自分ではその容疑を認めてないんで。まあもちろん認めないでしょうね。岩谷だけ、のうのうと外務大臣を、外務、しかも外務大臣。外務。でね、これアメリカ司法省ですよ。うん、これ、いわゆるブラックリストの中に、日本の外務大臣が含まれているという、この異様な事態。いや、これはね、本当に大問題ですよね。うん、だからもう本当にね、アメリカに行けるのっていう話になってくるでしょ、うん、そもそも外務大臣自体がね、はい、で、まあそれ以前にね、うん、アメリカでそこまで言われてる人はね、うん、堂々とね、外務大臣やってる国賊ですよね、国賊ですね、うん、だからまあね、石破茂の顔見たら国賊だと思うけど、うん、でもこれ岩屋も相当ですよね、うんうん、まあ石破茂は岩屋ぐらいしか、まあそのね、総裁選含めて、まあ、支えてくれたという恩義もあるんでしょうが、うん、それぐらい人材が少ないと。よくね、お友達内閣っていう言い方しますよね、はい、友達いる方がいいですよね、やっぱり、それはね、うん、でもやっぱりね、こうなんていうの、クズにはクズが集まるみたいなね、法則みたいなのがね、これはもう適用されてますよね、うん、石破の周りにいるのはクズばかり。だって村上誠一郎でしょ、岩屋でしょ、うん、もうゾッとするような面々がいっぱいいるわけですよね、だからこれはまあ本当に政権としてどこまで持つのかっていうのがね、やっぱり一つ重要な問題になってくるでしょうね、で、これアメリカにはこれね、入国できるかどうかすらね、こういう状態じゃ分からないわけですよ、うん、うん、でもあの年内に訪中して、で中国にはね、それは大歓迎でしょ、立ててるみたいですけれども、はい、それまた怪しいわけですよ、疑惑は深まるばかりであって、うん、でもね、
について、私ね、すごいね、腹立つの。朝日新聞これだって報道するけど、やめろやめろというのはね、出てこないでしょ。そう、今やの名前だね、これ。これ有料記事で、これ私、朝日新聞ね、ネットの有料会になってるんで。そうそうそうですよ。なんですけれども、これ、岩谷という名前まで出てこないんですよ。でも、現役の大臣が出ている以上は、うん、それちゃんと報じてくれよという。だって大問題でしょ、これ安倍政権だったら大変ですよ。大変なことですよ。これ高市早苗大臣だったら大変ですよ。大変なことですよ。だからね、まあこのね、兵庫の問題もね、いろいろあるけれども、うん、まあなんか変な、ね、なんか姉ちゃん出てきてちょっといろいろ錯綜としてますけど、うん、でもやっぱりね、一つ言えるのは、テレビがね、本当のこと言わないじゃないかという、この怒り。これは僕はもうね、共有できますね。だって、で、しかもね、テレビのね、反撃を見てるとね、SNS では勝手なことをね、言って一方的に垂れ流してると。いや、テレビ、お前たちだろうと。一方的に垂れ流してるでしょ？あの、なんか朝のニュースとか見てると。血圧上がるでしょ、あれ。見ない方がいい。あ、起きてないか。確かにテレビね、まあほとんど見ないんですけど、まあ、選挙報道ぐらいですか。まあ、テレビってまあ、もともと電波を独占してるわけじゃないですか。限られた電波。うん、そうそうそう。だから SNS は玉石混交とかね。あ、じゃあまあ、上等区のように言ってきますけど、うん、まあ別にそれはそれじゃないですか。いや、別に玉石混交でいいんですよ。みんな自由に使う。実際にあのコミュニティノートがあってね、うん。で、コミュニティノートもどうなんだみたいな意見ありますけど。この間ね、コミュニティノートね、私ね、ついたんだよね。しかもね、それね、書いてる方が間違ってる。うん。日本語は。そう、あれも結局ユーザーがコミュニティノートをつけるから、うん、間違う場合もあるわけです。あれね、コミュニティノートのね、はい、欠点分かったんだけど、コミュニティノートって URL をなんか証拠となる URL をくっつけろってかあるんだね、うん、でだから URL くっつけなくちゃいけないんだけど国語の辞典のね、うん、辞書は URL になってないから、その URL でつまりネットで見られる辞書の使い方がもう正しいと金閣玉城のようにね言ってるけど、いやこの使い方は場面によって違いますと、だからこの場面でこの立場にある人は言う言葉じゃないと、日本語に確かにあるよと、でもそれはこのトップの人が使う言葉じゃないとか、それも石破関連ですよね。石破、石破が、うん、あの微力を尽くします、そう微力を尽くします、そうっていうの、ね、やっぱり、ね、違和感を覚えるわけですよ、うん、微力を尽くしてまいりますっていうのは、うん、やっぱり微力ながら、そうです、そっちです、微力ながら頑張ってまいりますとか、微力ながら尽力してまいりますが、そうそうそう、やっぱりあの正しい、ですよ、で、あるいはこれね、終わった場合、例えば、総理を終わって、もう、総理辞めますと言ったときに、微力を尽くして参りました。は、これもいいです。でも、これから私が、日本の外交のトップになりますっていうときに、微力を尽くしますって。はぁと。そう。視力を尽くせという話でね。でも実際、微力しか尽くしてなさそうなね、うん。いや、でもね、まあね、考えようによっては、はい、微力も尽くさんでいいと、こういう考え方もできます。とっとと、おやめくださいと、こういう考え方もできるけど、はい、あれでね、コミュニティノートで、なんかね、私のところでね、書いてね、はい、だからね、岩田はね、日本語間違ってるとかね、はい、いうのがね、来てね、うわぁ、頭悪いなっていうふうに思ったけど、はい、いや、でもあれ、コミュニティノートっていうのもね、一つのね、あの、なんていうのかな、非常に有害なね、ことになりかねないですよ。はい、要するに、あれがついてたらなんか間違ってるっていうね。なんかこう、あの、パブロフの犬みたいにね、うん、あの、こう、ついたら間違いだとかっていうね。いやいやいや、これ、日本語よく読んでごらんなさいと、どっちが間違ってるかよくわかるでしょうと、はい、言っても、わからないんですよね、で、コミュニティノートに対する批判もわーっと湧き出るわけじゃないですか、はい、SNS だと。で、うん、私もそれリアルタイムで、うん、その石破氏の、その、微力を尽くしてまいります発言のやりとり見てましたけども、ね、うん、なんだかんだ私も、あ、そういえばそうだと考える機会になるわけですよ、その、言葉について。あ、そうね、うん。なんですけど、もうテレビは一方的じゃないですか。しかももうテレビって、はい、まだ新聞は残るからいいけど、テレビはもう言いっぱなしだからね。まあ、情報がまあ消費されていって、まあ、忘れられていくんで、うんうん、何が言ったかっていうのは検証されにくいっていうのはね。そう。まああるでしょうね。しかも動画の場合はね、YouTube の場合は後で見直したら、はい、あれこんなこと言ってるじゃんってのあるけど、うん、テレビないでしょ、テレビもね、全部ね、過去のね、やつね、上げとけばいいと思いますよ、昔ね、これね、本当の話だけどね、麻原彰晃のこと持ち上げてたんですよ、オウム真理教の。で、そういうことやってたテレビはね、反省何にもしてないんですよ。で、それでいてね、なんかね、SNS は、なんか一方的な嘘を垂れ流すとかね。
なんならもうね、その選挙報道について、もう SNS もね、規制しろ。規制しろみたいな。それを立憲民主党の杉尾秀哉みたいなのが言ってるじゃん。恐ろしいでしょ。まさにね、オウムのね。うん、ね加担してた人間ですよ、あれ。しかもね、はい、しかもね、それを今管轄してるのはね、村上誠一郎ですよ。もう恐ろしすぎるでしょ。ステーキ中食いながらそんなことをされたらどうします、っていうので、やっぱりこうね、岩屋の名前が朝日新聞に出てこないっていうのが、非常にこうやっぱね、怪しい。石破政権とね、やっぱり、まあ、反安倍というのでね、共闘したからかもしれませんが、そうで、これ大問題になると思うんです。それこそ、林義政を思い出す。林義政外相だった時に、ブリンケンがなかなか会ってくれないってなったりして、ありました、ありました。アメリカ側は、国務省かが、あまあ、親中でね、非常にこう、日中友好協会とか、つながりが強いから、代々、そこで警戒してっていう話じゃないですか。あれが、民主党政権ですら、そんな状態だったのに、トランプ政権、そのマルコ・ルビオとかね、はいはい、中最強とか、言われてますけど、そんな中、こんな、中国の会社から賄賂もらってるような外務大臣に会ってくれるはずがないって。ないですね、昔ね、古い話ですけどね、あの神道先駆けっていうのがあって竹村っていうのがいたでしょ、竹村、はい、あれね私ね八重山太郎さんだったかな、書いてあったんだけど、あれがアメリカでねあの大臣と会えないと、いう話になってね、それなんでかって言ったら北朝鮮とのつながりがあるっていうふうにね、アメリカからねこう指摘を受けて、でこれ大問題になったっていうのをね、あの確かね八重山さんがね書いてて、え本当にこんなことってあるんだっていうふうに思ったけど、岩屋の場合はもうお金で露骨でしょ、これ危ないとか早く変えなきゃダメですよ、本当に。しかもまあ岩屋の場合、まあ、北朝鮮のねあの日朝議連にもね、いますしね、本当に真っ黒だと思いますよ、だからまあパチンコチェーンストア協会みたいな、パチンコのその利権もあるわけですよ、ありますね、竹村っていえばあのなんすか小さくてキラリと輝く国、それはなんか日本をね非常にこう過小評価していて、私は嫌いだったんですけど、全然小さくないしね、1億2000万人いるんだから、でももっとちっちゃくにどうすんのっていう話ですよ、ね、だから脱成長するみたいなね通じるところがありますよ、ありますよ、全然別に豊かじゃなくていいんですと、ちっちゃい国でもキラリと存在感を話せばいいんですと、あ最低です、最低です、ちなみに息子はね、あの滋賀大学の准教授だったんだけど麻薬で捕まった、お父さんは頭の中がおかしいと、息子は麻薬でおかしいと、こんな感じです、そういったところでぜひねこのイワヤの問題ね、オールドメディアの皆さんはね、イワヤの問題を大々的に疑惑でも報じていただいて、はい、そうです、盛りかけと同じぐらいのね、熱量で、ね、熱量で報じていただければと思います、ありがとうございました、ありがとうございました。